皆さんこんにちは、プロレーサーそしてテストライダーの丸山博史です。こんにちは、テストライダー兼ジャーナリスト兼、販売店の親父役、はい、はい、神永です。よろしくお願いします、はい、よろしくお願いします、はい、番組のフリップをお願いします。はい、この番組はモータースポーツを通して人々の生活に活力を与え文化として創造する、そんな番組でございます。はい、今日はタイヤの勉強会になってたのかな。そうですね、勉強会っていうとちょっと堅苦しいんですけど、タイヤ何を基準に選んでいるかをですね、はい、テストライダー&ジャーナリストの立場から、うん、そして私としては一般消費者としてもやってるので、はい、まあ、消費者の立場から言うんですが、はい、社長は神谷社長は、はい、まあ、結局うちのですね株式会社ウィズミーは、うん、ブリヂストン製のですねタイヤをですね、はい、まあ、いつもレースで、やっぱり使っていったり、一般のですねお客さんと一緒にタイヤ選びをしていく中で、まあいろんなこと聞かれるんですけど、そこでですね答えてることをこの番組内で皆さんにお伝えしつつですね、まあ一応ですね販売店の親父っていうのは、販売店の親父の意見大丈夫、まあ、大事ですよ。前は SNS とかネットがない時代は販売店の親父がお前はこれ履けって言ったら履くんですから、はい、じゃあそういう意見を出す親父役としてですね、はい、今回は、番組をそうですね作っていければと思っております。はい、はい、ブリヂストンのカテゴリー別の中からまず最初に紹介するのがこちら。お、早速行きますよ。行きましょう。はい、こちらです。はい、寄れますか。これね、A41 というパターンが書いてありますよね。はい、さあこれ何でしょう。はい、今回のまず一発目のタイヤはですね、アドベンチャー車両用の、うん、こちらの A41 というタイヤなんですけれども、はい、そうですね、まあ結局このアドベンチャータイヤって、うん、どういう人が選ぶのか、どういう性質なのかっていうところを、はい、皆さんにちょっとお伝えしておきたいなと思いますけれども、うん、結局ですね、まあ、これブリヂストンさんのねホームページなんですけど、ウェット性の直進安定性と十分な摩耗ライフを有する全方位進化型アドベンチャータイヤ。まあアドベンチャーって今流行りじゃないですか、うん、これね、はい、アドベンチャーって結局、はい、何にでも使える、はい、それもかなりハードに、はい、で意外と車両が重量級、マシン自体もそういうコンセプトですよね。ですよね、うん、でちょっと最後に癖があるのが、はい、ダートも走るだろうという。なるほどです、ね、そこがですねそこがですね、はい、ちょっと違くなっちゃうんですね。ダートも走れる雰囲気、はい、例えば SUV 4人で言う SUV でも今時みんなダート行かないけど、一応結構ハードなブロックタイヤつけてないと、はい、かっちょ悪いじゃないですか、はい、だからブロック結構大きめとか溝が深めとか、はい、結構触ってみると、うんうん、このタイヤのなんですかホイールと噛むところとか結構硬くて剛性あるんで、うん、そうですね、重い車両がやっぱり履いてもいける、ね、うん、で、まあ、皆さん何を疑問に思ってるのかなって思うところを考えるんですけれども、うん、はい、アドベンチャータイヤ、これでなぜ土とかがいけるのかとかね、うん、そういうところだと思うんですけど、やっぱり溝深いですよね、これ。そうですね、通常のストリートより場合によってはもっとあの前はねブロックパターンがもっと深いものもありました、はい、ブロックが大きいのとかも、はいはいはい、でもね例えばこれアフリカツインとかに履くとするじゃないですか、はい、アフリカツインあったよね。実はこれ確かアフリカツインの OEM 内見もこいつですよ。ほら内見、はい、内見とかアフリカツインに履くんだけど、うん、アフリカツインで普通にロードツーリングをする人は間違いなくいいんじゃないかと、はい、うん、でそこからリンドフラットリンドだったら、はいはい、今時トラクションコントロールがついてれば、はい、なんとかいけんじゃないか、うんうんうん、トラコンなしでもあのアフリカツインだとちょっと厳しいけどね、まあ、トラコンあれ切ったり入れたりできるん で、 そうですね、アドベンチャーシリーズの車両の試乗するときって、うん、ジャーナリストの丸山会長からすると、うんうん、どんな挙動が起きたり、なんかタイヤもちろんこうだといいなって思うんですか。林道行ったらあの必ずああいうのって林道撮影とかあるじゃないですか、はい、その時はね、はい、絶対ブロックパターンはね、はい、あのハードにしてもらわないと困るな、はい、だけど多くの人は意外と300キロ400キロを平気で高速道路走っちゃったりするから、はい、このセンターグループセンターがですね、はいはい、耐久性良くなきゃダメです。あ、だからこそまあそのここのね幅でコンパウンドの硬さとかが変わってくるんですよね。そうですね、3パターンですよね、はい、そここが、まあ、センターストレートがハードコンパウンドで横がちょっと柔らかめなんだけど、はい、まあ概ね耐久性かなり良くないと、はい、アドベンチャータイヤはきついなと
なるほど。いうふうに思ってますよ。はい。まあまあまあアドベンチャータイヤはね、本当車両に合わせてしっかりとアドベンチャー用のタイヤを履いてもらった方がいいってことですよね。実際は。そうですね。まあそれをに、はい、まあ要は全ての使い方を網羅しながら耐久性も上げ、うん、なおかつまあこうハードなパターンね、はい、思ってるんじゃないかなと思うんでね。はい。もうアドベンチャーは今 A41 ですよ。はい、はい、次いきます。次、はい、T31。 はい、 T31 これ持ってくる。 ありますあるんだよ。今回はねすごいよ。じゃん、スタジオにみんな持ってきたよ。はい、はい、T31 これ、うん、みんなで試乗した覚えは結構あります。はい、T31、うん、基本的にはS のスポーツタイヤの下のツーリングの T、はい、ですよね。バトラックスポーツツーリングっていうですね、カテゴリーに分類されるこの T31 なんですけど、うん、ツーリングにじゃあ、どういったところでメリットが出てくる。直進安定性。はい、じゃん。BS さんのサイト全部見てみようと。あとウエット性能ね。当然、はい、ツーリングといえば、はい、嵐の日も、ね、風の日も走る、はい、その中で安定した直進安定性と疲れなさ、はい、が必要なんじゃないかなと。結局そうですよね。やっぱり1万キロ超えて使う方は多いと思うんですけれども、うんうん、やっぱね、タイヤってどれぐらい変えますかね今ね。どのぐらいが交換時期かって言われると、うん、交換時期はもう人によって違うんだけど、そうですね、タイヤは履いた瞬間から消耗してってますから、基本的に1万キロをパッと乗っちゃうような人は、うん、このツーリングタイヤ、うん、あのスポーツツーリングタイヤ、あのツーリングって言っても何だろうな、昔のイメージ、うん、いいよ、昔のイメージで言うとなんかグリップ力少なく感じる、うんうん、イメージが、まあ、ついて回ってくる可能性があるんですけれど、僕は今、はい、もう相当グリップ上がって、別にツーリングだとかって言っててもですね、グリップ気にせず選んでもらっていいんじゃないかなとは思ってます、うん、BMW の、はい、参考に RT、 あ、そうそうそう、 T31 は GT クラスって、うん、あのやっぱこれも重量級のこうツアラーをね、はい、乗る人に対してさらにこう重さに耐えうるツーリングタイヤ出してるんで、こういう選び方もありですよね、うん、車重重いのってどんな車両からが車重重いんだろう。私 FGR1300 乗ってるじゃないですか、はい、問題なのはね、さらに後ろに荷物、はい、パニア、サイドパニア、トップケース積んでさらに人も乗せる、はいはい、とね、やっぱりね、ハンドリングの乱れって結構出てくるんですよ、たくさん荷物乗せると、はいはい、そういった時に確実にその直進安定性とかね、安定感を出してくれるようなタイヤに、うん、要は重量、思いっきり重量かかっても安定性を増すのに、私はこういうのをちゃんと専門に作ってるんで、はい、T31 とかいいんじゃないかなと思いますよ、うん、選んで。あとまあそこプラスウェット性能だから、もう水いっぱい切っちゃってるプラス、はいはいはい、今こうやってちょっと模様がね、細かい線の模様が入ってるのは、ね、デザイングルーブみたいな、これはデザインですね、はい、31、ほらこれ31っていうのがこう、ほらお、あった、こういうのね、はい、今こういうのもちょっと流行りでつけてますけど、はい、ここでウェット性能上げてるわけじゃないからね多分でもね、こういうマークがついてるわけですよ今時。まあ はい、グリップとかを不安視 しなくてもいいですよっていうのは僕は言いたいなと思います。そうですね、はい、はい、じゃあ、そしてカテゴリー別で言うと、カテゴリー別、ほら数字がちょっとダウンしていくんです、ね、はい、4131ときたら次は30、はい、 X30、 これね、あの BS さんのモトクロスタイヤですよ、はい、あの一般公道使用不可って競技用タイヤですね、競技用タイヤ、はい、ミディアムってなってますからね、うん、ミディアム、はい、コンパウンドあんだね、じゃあこれね。そうですね、コンパウンドも設けつつ競技用タイヤなんですけど、これね、うん、あの一般ユーザーっていう視点ではなかなか使う機会もないと思いますが、はい、うん、結局このブロックタイヤって土深いところでも書いてくれるように、うんうん、ある意味接地面を増やしてるタイヤではあるんですよね、はい、我々オフロードコースよく行くじゃないですか、はいはい、オフロードコース行った時に、普通に例えばオフロードの車両でいうと我々が CRF25L、はい、うち結構使ってますけど、はいはい、OEM で履いてるこういうブロックタイヤね、うん、純正についてる、純正についてるブロックタイヤと、はい、この競技用タイヤでオフロードコース走るのは全然性能が違う。それはしょうがない。しょうがないですね。なぜかっていうと高速道路、うん、結構 OEM は頑張って走んなきゃいけない、はい、だって問題なんだけど高速道路を走ってって、はい、その200キロ走ってったらブロックがなくなっちゃいましたとかね、はい、
もうこのタイヤでね、いいですか皆さん、これ公道使用禁止なんですけど、あのこれで普通のコンクリを走ったらめっちゃグリップしないですよね。そうですね、そういうちゃんと性能差を分けてる分、はい、土の上すごいとか、まあ、雨が降っちゃった土の上とかはもう全然性能が違うんで、我々としては、ちょっとね、そういうオフロードで練習しに行ったりするのは、はい、もう競技専用タイヤを我々は使います、はい、よく履き替えていくもんね、はい、そうですね、よく履き替えていく、まあ、一般の人がそんなことをするのかって言ったらちょっとあれだけど、あ、ただあの OEM よりもさらにちょっとオフロードより、もう少しオフロード本格的よりな、うん、あのちゃんと販売タイヤもありますね、はい、そうです、うちはそれも使えますね、はいはい、だけど本当の競技をやっぱりグリップしますからね、オフロード、まあ、こういうねブロックタイヤを考えてる方はですね、うん、ちゃんとあのそういうことも考えながらですね、そうですね、ちゃんとね欲しい理解して、使ってもらえればと思います、はい、ちなみに、はい、オフロードコースで本格的な雨が降った時には、はい、あの OEM タイヤでは登れないことがよくあります、はい、それを競技用タイヤだったら行けるとか行けないとかっていうのも話もあるんでね、うん、まあ、やっぱり性能で、性能じゃないな、時と場合によってちゃんと使い分けてもらえればいいんじゃないかなというふうに思いますよ、はい、まあここはね余談、うん、余談、まだ余談、まだね、カテゴリー別で ね、カテゴリー別で、はい、ここからがね、はい、我々また得意分野としてるところだけどそうです、ね、さあ来るよ、このタイヤ紹介しちゃう、はい、ここはい、ウィズミ推し、ね、よいしょ、S22、はい、これはねスポーツタイヤとして、うん、まあ、カテゴリー分類されているタイヤですけれども、じゃあこれ選ぶ人ってどんな人なんでしょうっていうところ、うん、まず伝えておきましょうかね、はい、やっぱり、スポーツと言われるからにはワインディングを楽しみたいなって人、うん、そしてサーキットを走りたいなってでちょっと心のどこかで思ってたりね、するような、あ、人、うん、でもう一つ、これはバイク屋さんの、じゃあ親父でいいですよ、うん、もう親父の意見としてはですね、グリップ力ってどうなんすかって聞くような、やっぱり気にしてる方はですね、うん、これ履いてもらえれば間違いないなと、そうね、うん、あの気にしてんならこれ履けばいい、そう言えるタイヤかなと思ってますが、どんな人物像がね思い浮かぶかっていうと、はい、まあ私から言うと、例えば、まあ、CBR ね、うん、1000とか600とか、はいはい、まああとは400クラスでもいいですよね、うん、そういうので、荷物をねがっちり積んだりしないで、はい、ウエストバッグと、はい、ウエストバッグぐらいで、うん、パッてこう走りに行きたい人は、俺はこういうのだと思う。なるほどなるほど、わかります、わかります、がっつり荷物積んでる人って、はい、やっぱね、あんまり寝かそうともしてないけど、うんうん、俺的にはやっぱりパッと出かけて楽しむのに、ウエストバッグ1個ぐらい、うん、荷物もねすごい軽めでパッて行ったら、うん、それなりに寝かすじゃないですか、はいはいはい、あそこの部分を楽しみたい人はやっぱり、うん、俺は S22 とか選んでほしいな、スポーツタイヤね、スポーツ耐久性もあり、はい、ウェット性能もありなんだけど、うん、やっぱり最終的にはコーナリングの楽しさをちゃんと味わいたいんだったら S22、はい、だけどウェット性能もいいんだよねこれね、正直だから、うん、そのさっきね、あのあれです、 T31 とかツーリングにカテゴリー分類されてるタイヤと、うん、じゃあこのね、スポーツに分類されてる S22、うん、じゃあドライグリップっていう面ではやっぱりこのスポーツタイヤの方がいいけど、雨はじゃあやっぱツーリングの方が勝るでしょうって言ったら、実際ねこのタイヤのゴムの感触というか、グリップ力、雨の中でのグリップ力に関してはそんな大差ないというか、感じれる息っていうのは、そこはあとね耐久性だからね、あると思うんですけど、あのツーリングタイヤ T31 とかになってくると、やっぱり耐久性をさらに重視してくるんだけど、こっちはまあ耐久性よりはやっぱりグリップ力重視だから、うん、その分で水を切ってある切ってないにかかわらず、うん、このコンパウンド、タイヤの柔らかさである程度ウェット性能も出しちゃう、そうですね、っていうところはあるかな、まあ、実際溝の多さは雨がやっぱり多くなればなるほど効果は出てくるんですけれども、うん、ね、はい、まあそんなにね気にするほどでもない、うん、はい、S22 大丈夫、 S22 他に皆さんどういう疑問を持つんだろうな、この後のタイヤと、はい、
多分比較したいっていうか、この後のタイヤとみんな悩んでると思う。なるほど。モトクロスタイヤとツーリングタイヤとアドベンチャーはもう悩む必要がなくそのまんまですよ、はい、だけどこの S22 以降の、ね、こういうタイヤが現れるんだよね。これ悩むでしょ、こっからでしょ悩みは。 R11、はい、これはある意味競技用ですね、はい、そうです。 R11 もうサーキット行ったら、はい、我々これでレースしてるもんね今ね。そうですね、今勝敗気量250クラスはこの R11 使ってやっております。もうグリップ力、はい、命、はい、タイム出そうぜ、はい、だよね。そうですね、勝つぞ、あのブレイキングから勝負して、うん、なおかつ立ち上がり、うん、そして、まあ、我々これ耐久レースでも使ってるので、うん、まあ、最低限耐久力もなきゃいけないっていう総合力で、勝つためのタイヤ、はい、まあ、こんなやつとさっきの S22、はい、どっちを選べばいいんだ。はい残念ながらサーキットでしか履けません、はい、みたいな ね、はい、形ですよね、うん、まあ、一応競技用タイヤというお触れなんで、一般の人は私は S22 をおすすめしてる、はい、勝つためだけに行くんだったら R11 みたいなね、はい、じゃ何違うんすかって、うん、だいたいね、言うんで、グリップ力って人それぞれ感覚は違うと思うんで、何違うんですか、まあ物理的に言えば物の剛性硬さとかね、あんまり持ちはね、持ちよりグリップ力を優先してるとかっていう部分になると思います、はい、一番はこっち R11 競技用になると、うん、もうかなり温まった状態で威力を相当発揮するんで、うん、連続走行だよね、コーナーリングの連続走行して温まってる状態の時に発揮するけど、さっきの S22 に関しては、うん、あのそんなに温まってないところからでも、はい、ある程度のグリップ感を発揮するように構造上作られてるから、やっぱ峠をねやんわりやんわりやんわり走ってってタイヤ温められないけど、うん、でもグリップ感がある、はい、こっちは温めてないといけない、そうですね、頑張って、はい、そこが違うから、じゃあ逆にね、まあ、これをねいきなり峠持ってって言ったら、はい、温めらんないからね、はい、怖いじゃない、うん、っていうのがあるんだけど、 S22 はそこの総合力がある、うん、勝てるタイヤに対して、もうちょっと本気にならなくてもグリップ感が気持ちいいタイヤが、うん、S22、はい、でね、そうすると、はい、両方欲しいよっていう人がいるじゃない。います。いるでしょ、はい、いいタイヤ買うんだ、いいタイヤ買うんだ、これ回って持ってきたんだから、はい来たよ、よいしょ。これはね、R10 じゃねえ、RS10 です。RS10、はいはい、RS10 っていうちょっと銘柄のところをね。パターン的には先ほどの R11 とさほどね、うん、変わりないぐらいの溝の切り方だったりするんです。ごめんね、そうやね、これ RS10 っていうね、S がつきます。10。そうすると、はい、はい、なんて書いてある？ストリート。これはですね、分類的にはレーシングストリート。うん、はい。はい、ということで、間の人。そう、さっきの S22 と、はい、R11 っていうね、はい、もう競技用のタイヤとの中間的な存在を持つものがあります、はいはい、それを何だろうな、例えば走りに行って、うん、基本走りに行って楽しむ、ワインディングに行って楽しむまではそんな楽しんでない人、はいはい、もうワインディングに行ってだけ一生懸命楽しんで、はい、近頃あれですよ、あんまり攻めすぎちゃダメですから ね本当ですよね。だけどやっぱりオートバイって寝かせる、うん、そのねハンドリングを楽しむところがあるんで、そこだけをもうひたすら追求したい人はこれ、俺はおすすめ RS10 ストリートね、はい、はい、S22 はさっきも言った通り、家を出てコンビニ買い物行って、うん、高速道路をトイレに行く最中も楽しい、はい、さらにその高速道路の釣りも楽しい、うん、だけど途中で出会ったワインディングもさらに楽しい、贅沢なんだけど、はい、残念ながら、はい、ワインディング一発に絞ると、はい、こっちの方が楽しい、はい、まあ本当にグリップ感だけじゃなくて、うん、そのマシン倒し込む軽さというか、うん、感覚的なものもやっぱりこっちのスポーツ、レーシングストリート、レーシングストリート ね、これはね難しいんですよ、もう一回いくよ、が良さげ、はい、我々のねこの最後の選び込みですよ、はい、ここにもう一つ、はい、S22 と R11、はい、RS10 よRS10、はい、難しいんだよね、 R レーシングにストリートが入ってるやつと、RS10、レーシングのみっていうのと、はい、あとはもう ストリートタイヤっていうような表記になるけど、はい、数字はね
いろいろ段階を追ってね出てくるんだけど、はい、そういうあのスポーツハイグリップでも、はい、ちょっとここが皆さん悩みどころなんですよ、うん、っていうね、そんなところを今回は我々がですね販売店の親父としてテストライダーとしていろんな立場からですねこれを伝えなきゃいけないっていうのが、まあ、今回の使命なのかな、はい、そうですね、はい、だからまあもっとねいろいろね、うん、お店に行ったらタイヤのことは聞いて聞きまくってもいいと思います、うん、はい、まあ、今時ね SNS とかあのいろんなネット上の情報もあると思うんですけれども、はい、あのやっぱね実際にこうやって走っている人が多くいる、うん、生の声を聞いた方がですね良いのかなと、ということで、はい、今書き出した RS10 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 はい、はい、S22 はいね RS10 S22 R11 というね、うん、この3つ同じブリヂストンの中でもねスポーツタイヤで、3種類をねこうやって頑張って売ってるんだけど、やっぱりこうポイントポイントに絞ると、うん、どうしてもそこの性能を求めたい人がいるんだけど ね、 そうですね。でもねよく分かんなかったら俺 S22 で良いんじゃないかなと思いますよ。あの雨の性能がやっぱり極端に RS10 と R11 のこの、うん、やっぱね、うん、ハイグリップをすごく求めていっているタイヤとは違う部分かなとは思いますね。はい、はい、近頃うちの放送であのレインタイヤに関して言いましたけどね、レインタイヤに関してはね、はい、あのまたそれはそれで専門で、まあ、競技用タイヤなんでね、はい、あの時にも言ったけど基本的には公道でレインタイヤ使ってグリップするかっつったらそんなことはないって、うんね、こうやって言うとね、じゃあ雨の日のスポーツタイヤどうするんだってレインタイヤかって言われると、はい、それはサーキット専用ですからってまたねそれはあとで別の放送見てくださいね、はい、はい、ということで、ね、もうねもう25分経っちゃいましたよ、はい、少しはですねタイヤに関して選ぶ基準できたのかな。同じブリヂストンだけでも、まあ、こうやってねカテゴリー別に出るんだけど、まあ、頑張ってるのはやっぱりタイヤ屋さん、うん、今どんな車両が売れてるかっていうのに、はいはい、若干こう、はい、なんとかタイヤ開発は左右されていくんですよね、うん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 、さっきのアドベンチャータイヤって元はねもっとブロック大きかったのを結構出したと思うんだけど、うんうん、なんだ意外とみんな林道行かねえじゃんみたいな確かに最近ねあると思うよ、はい、だからなんだみんな、はい、全然ワインディングとかもう走んないんじゃんって言ったら、はい、もうこういう風になってっちゃうような気がするんだよね、うん、だけどいるんですよやっぱり、はい、ピンポイントで、ね、でもそういう人のためにやっぱり一生懸命こうやってねちょっとカテゴリーを分けてあげればいいんだけど、うん、そんなこと言ったら昔あれなんじゃないの。例えば今ほらスクランブラーっていうね、はいはい、あのカテゴリーあるけど、あれなんてカフェレーサーからそのままダートも走れるからなんとなくブロックタイヤみたいなね、うん、の一択しかない一択しかない時代が多分あったんですよ、うん、みんな、このタイヤで全てやってくれみたいなね、はい、でも今はあの皆さんのなんていうかなこう需要に合わせて、はい、一生懸命タイヤメーカーがちょっとずつ変えてくれてるので、うん、逆にねぴったり合ったものを選べばいいんだけど、俺はねよく分かんなかったらもう一回押しときましょう。いやバイク屋の親父に聞いて、はい、お前はこれを履けって言われたら、はい、履けばいいんだと思うよあのねこれちょっと情報が多いから、うん、分からない、分かりにくいし、あとカタログもねすごくあの いろいろ載ってるんだけど、うん、それはねあれですよ、もうバイク屋の親父に聞いた方がいいと思うよね、親父。はい俺に今お祝いそう今振りましたね、はい、まあでもあとはメーカーさんのねちゃんとあのこういうサイトを見るべきだと思いますよ、うん、あの分かんなかったらそのメーカーサイトに、例えばさっきも要はどこどこのねメーカーさんの内見にはこれ履いてますとか、うん、純正で、うんうん、っていうのはやっぱり、ね、いろんなテストを加味してあの作ってるタイヤだし、あれこのタイヤには小排気量サイズないんだとか、うん、あの、ね、大排気量サイズないんだとかっていうものがあったとしたらですね、うん、やっぱりそのカテゴリーに合わせたタイヤを作っているので、そういうところから情報を得て自分のタイヤ選びに役立ててほしい。 今時さ、はい、タイヤじゃないけどあの薬、ドラッグストアの薬ってほら処方箋が必要な場合があるじゃない。あ、ありますね。のやつと、はい、そうでない第3なんとか、はい、と医薬品とかあるじゃない、はい、あります、あります。あん中で、うん、こういうのはもう医薬品の処方箋で、はい、要はあのなんとかな、売ってる人と説明聞いて、うん、説明聞いて、あんた
どういう風に使ってます、毎回使っちゃってます、転んだことないですかとかっていろいろ聞いた中で、じゃああんたおすすめこれねって、はい、これ何回か試してみてダメだったらちょっと次のやつをおすすめしますからっていう、うん、要はね、人がやっぱり人の話を聞いてその人の使い道に合ったものを進める役の人が、俺はこういうのは必要になってくると、うんうんうん、よく分かんなかったら SD、はい、ね、ドラッグストアじゃん、これはもうコンビニのあれですよ、はい、エネルギッシュなドリンクみたいなもんですよとりあえずこれ選んどけば大丈夫か、うん、はい、でもちょっとね、医薬品みたいに選ぶときにはこういうね、うん、話を聞いてもらうっていうのが必要なんじゃないかなと思うんで ね、うん、そうですね、タイヤにもそういうものがあるよっていうのをちょっとね、はい、理解してもらえればいいんじゃないですか、はい、はい、何か分からなかったらウィズミマドお問い合わせください。これね、もうあれこれこれ使えこれ使えってもういろんなものが出されてね、はい、10種類ぐらい剥がされちゃうかもしれないけどやってみていただければいいんじゃないかなと思います。はい、はい、以上ということで、ちょうどねいい時間になりましたんで、はい、今日はタイヤの選択、一体何を基準に行っているかっていうのをですね、はい、我々の視点からですね、はい、2人の視点から、はい、2人の視点って何、テストライダー、ジャーナリスト、はい、販売店の親父、はい、消費者、はい、そして YouTuber 広告頑張ってるですね、あれやこれや宣伝したがってるっていう、はい、そういう言い回も全部ひっくるめて、はい、伝えてみました、はい、ぜひ皆さんたくさん悩んでタイヤ選んでみてください、はい、以上、これにしてみましょう、はい、それでは皆さんまたお会いいたしましょう。